心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は ASD、ADHD、HSP 特性は変われますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は ASD、ADHD、HSP こういった特性は変わることができますかというご質問になります。お答えとしては、わからない部分がある、人によるところが大きい、でも可能性はあるというふうにお答えしたいと思います。この特性は変われるかというのは、ある種人は変われるかというところに近いところがあって、非常に意見が分かれるところになります。逆にただ薬で改善する病気だとそんなに意見が分かれないと。例えばうつ病であれば抗うつ薬が効きますし、躁うつ病であれば気分安定薬が効きます、統合失調症であれば抗精神病薬が効くと、こういった話になります。一方で薬で改善しない、特性や障害というところになるとどうかというところです。例えばそれは発達障害 ASD、ADHD というところであったり、パーソナリティ障害であったり、いわゆる敏感さ HSP 的なものであったりというところがあります。ここでは2つの大きく異なる意見に分かれるというところがあります。まず1つ目としては、もうこれはもう変わらないというリアリズム的な考えです。これはもう特性というのはもう脳のレベルで決まってるから、それは変わらないと。で、弱点というのはもう弱点だから、もうありのまま見ていく必要があると。その上で、受け入れてその中でできることをやっていくし、できないことが多ければサポートを受けるというところの話があります。2つ目としては、変われるんだと、楽観性の話があります。この文脈でいくと、もう努力すれば変化して改善ができると。そして弱点はある種裏を返せば才能であると。なので、まずはもう信じて、もう考えずやってみようという話があります。これはどちらの意見もあるところ、ただ一つ言えるのは、どちらも行き過ぎると弊害があるというところをまず話します。これリアリズムが行き過ぎるとどうなるかというと、もうどうせ変わんないんだったらもう何もやってもしょうがないという、いわゆる学習性無力感のような、どうせやっても無駄というふうになる恐れがあります。そうするとできる改善というのも中にあったとしても、それももう無力感によってできなくなってしまうということが生まれるリスクがあります。その結果、うつであったり引きこもりであったり、そういった二次障害というところのリスクというのも、無視できないところがあろうかと思います。一方で、先ほどの楽観性の方がじゃあ行き過ぎるとどうかと言いますと、これは楽観的にやっても、あるところで現実、社会的な現実に強く直面させられてしまうというリスクがあります。そしてその時に直面した時に、なかなか自分に振り返ることは難しくて、いわゆる他責、相手を責めることからさらに悪循環になってしまうというリスクがあると。あとはそういう中で自発的にやってない場合に、人に利用されたり騙されてしまうというリスク、これも否定できないところがあります。私としてはどうかと言いますと、どっちかと言われたら、変われると信じたいというところがあります。ただ注意が必要ということは申し上げなきゃいけないと思います。一つ目のポイントとしては、その変われると信じた方が自分のベストを尽くせるというところはあるんだと思います。まず、能力面というところでいけば、変われると信じて前向きになっている状態と、もうダメだと思っている状態で比べたら、信じていた方が能力が発揮できるんじゃないかと。メンタルヘルス的な面で言っても、そうした方があまりうつ的にはなりづらいということもあると思います。そして何かを信じていた方が、外から見て明るく見えるとか、そういう他者的な印象というのは、その人の中ではプラスになるというところがあるかと思います。だから自分自身の中では多分信じた方が能力を発揮しやすいというところはあるんだと思います。ただここで注意点としては、そういうふうに変われるとか信じて願えばベストを尽くせるというところは、これは多分合っていると言えるんです。ただじゃあ、その願って信じれば叶うかと言われると、現実そうじゃないところもあるというところは言わなければいけません。ここで出てくる社会での評価の壁というところがあります。まず、その自分で変わったと思うほどには、外から見るとあんまり変わってないところがあります。よく見ると変わったところはあるけども、もう全体から見るとそこまで変わってないように外から見えるということがあります。そして、これは業種などにもよりますけども、やっぱり素質の部分というのは正直否定できない。そして相性というところも否定できない。そういうところでも決着がついてしまうということは、現実的には少なくはないというところ。その中で、ある種も真面目にやったらなんとかなるというのは、少なからずあるんですけど、そうやっても何かやり方が間違っていたりとか、求められているものと違ったりすると評価されないという可能性がある。評価される保証はないというところがあります。で、ここでそういったことに直面するということなんですけども、この変えられると思うことが他者由来、誰かが言ってたからそう信じてみようだと、なかなかこの直面が難しいというところがあります。この直面なき楽観性というところの危険を見ていきますと、
その自分が思う改善と周りが求めているような改善というのがやっぱりずれてしまうということが出てくると、その結果変われたという自己評価と周りから見てあまり変わってないというところのずれが生じて、まあ、ご自身から見るとなぜか評価されないというところになってしまうと、そうするともう相手が悪いと思えばそれはさらにこじれて悪循環になってしまいますし、もう自分はダメだと強い自己否定に陥ればそれはもう鬱などのリスクが一気に高まることになってしまいますというところの危険性があると。ここで、まあ、変化を信じるならば、なので直面することが大事ということが言えるかと思います。どういうことに直面をしていくかということですけども、まずはその社会という中で自分が生きるとして、その中での自分のまあ長所と短所、弱点は何かと、どういうところが通用しやすい、どういうところが評価されにくいのかと、そういうところを見るというところが一つあるのかと思います。そして、まあ、世の中のある種の勝ち負けのリアリティというところがあります。努力したから勝つとは限らないと、まあ、才能で勝負つくこともあるし、まあ、いろいろ運とかで決着がつくこともあるという話。そして変えようとしても、特に外からの結果評価というところに関しては、努力したからうまくいくという保証はない、結果の保証はないというところ、これは直面しなきゃいけないところだと思います。それでも前に進むにはどうしたらいいかというところですけれども、まあ、これは人によって答えは違ってきますけど、私なりに思うところを挙げます。まず一つとしては、その結果はどうであれも本気で取り組む、そのやっている何かを変わっていくというその実感というところにも信じていく、その実感にリアリティを持つというところ、そしてその結果うまくいくという希望というよりは、ある種うまくいかないこともある、いろんな直面がある、その絶望の先に光を見るというところ、そして一番大事だと思うのは、そういういろんな直面も含めて自分でいろんなことを感じて見て自分で決めていくということ、これが大事なんだと思います。なので変われるか変われないか、もし変われるとするならば、現実をかみしめつつ今を生き続けるというところからなんじゃないかというふうに思います。今回はご質問、 ASD、ADHD、ASP、HSP、 特性は変われますかということになってきました。薬で治るような病気とは違いまして、発達障害のいわゆる特性に関しては変われる変われない、ここは意見が真っ二つで分かれる部分の話になります。ベストを尽くすという点でいけば変われると信じた方がいいと、ただ直面なしにそれをやると時には逆効果になってしまうリスクというのが否定できないというところがあります。対策としては、まあ、直面をする、ある種噛み締める、その上で前を見て今を生き続けると、そういうふうにしていくと変わるという部分では可能性が増えてくるんじゃないかと私は信じています。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。